やってねえよな。よし、てめえら注目。仲間がみんな揃ったところで、あ、改めて乾杯したいと思う。新たな冒険の始まりを祝して、乾杯。うんめー。 しかしルフィさんはお強い。戦っているお姿を見ていると私胸が躍ります。骸骨だから胸ないんですけど。やっぱ面白いなお前。ああ、そういえばルフィさんも悪魔の実を。ああ、ゴムゴムの実だ。ゴムだから伸びるんだ。ゴムで伸びるってだけじゃ海賊になっ、俺ももっと強くなりてえぞ。きっと私たちにはできない鍛え方よ。だがいい。そうよね、お前らだって強くなったじゃねえか。ナミが強くなったのは、しっしっし、ナミはバギーの下っ端にも勝てなかったもんな。うっさいわね。そんなか弱いナミさんも素敵だ。あ、サンジ。時は大海賊時代。伝説の海賊王ゴールドロジャーが残したワンピースをめぐり、多くの海賊たちが己の誇りをかけて戦っていた。その戦いに身を投じた一人の少年がいた。少年の名はモンキー・D・ルフィ。悪魔の実を食べ、ゴムゴムの実の能力を得たルフィは、海賊王になるという大望を胸に故郷の村を旅立った。最初に訪れた町で剣豪海賊狩りのゾロを仲間に加えると、二人は海図もないままグランドラインを目指して航海を続ける。しかしその途上でルフィは鳥にさらわれ、ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ港町にたどり着いたルフィは、海賊道家のバギー一味に追われる海賊専門の泥棒ナミと出会ったのだ。バギー船長、港の空に何か見えます。大砲で撃ち落とせ。へい。泥棒女、海図を返せ。うわー、何、あー、助かった。お、親分、助けに来てくれたのね。あとは任せたわ。な、てめえ側の女の親分か。なんだ、こいつを返しやがれ。なるほど、子分をかばったってわけか。おかげで追い回す手間が省けた。何言ってんだお前。
者、マギー船長に報告だ。強いのね、あんた。あいつらに素手で勝っちゃうなんて。あ、誰だお前。私は海賊専門の泥棒、ナミっていうの。私と組まない？私と組めば儲かるわよ。いやだ、俺は別にお前と組みたくねえ。それよりゾロのやつを探さねえと。ちょっと待ってよ。なんだ、大砲が効かねえのか。焦ることねえ。もちもちあれの準備ができるからだ。来やがったね、あいつ。誰もマギー海賊団をなめんなよ。お前らまとめてぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムの返した上に親分売って一味に入りてえた面白え女だ。まったく海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、
おめえの元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが海賊の覚悟？違う、自分の命を懸ける覚悟だ。何？てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をちょぐるのも大概にしろ、小娘。派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人かかりだ。遊んでんだルフィ。森に連れてかれて見つけてみりゃ、今度は檻の中だ。アホ。あいつ、ゾロって言わなかったか。海賊狩りのゾロか。なんで泥棒と喋ってんだ。あいつの仲間って海賊狩りのゾロのこと。どうなってんの。ガバー。鬼切り。貴様、ノロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるねえ。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。じゃあ、あんたはどうすんのよ。了解。目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ。宝も。私は海賊にはならないわ。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。海鮮だ。あんたも行くの？お腹の傷は？
腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。行こうか。失ったのはお前らだよ。なんだ、門が開かねえな。あれは。お安い御用だ、キャプテン。安い御用だ、キャプテン。そうだな。
死ぶっ飛ばしてやった行くぞ。てめえ、どっから来やがった。はっ、